CGA モニター、IBM PC キーボード、IBM5152 プリンター及びペーパースタンドを装備した IBM PC。IBM PC は、IBM が1981年に発表したパーソナルコンピュータ。IBM が最初に発売した PC であり、PC のデファクトスタンダードとなった IBM PC 互換機の先祖でもある。 略称は単に PC 等。正式名称は IBM パーソナルコンピューター。型番は IBM5150。略称は IBMPC や単にザ p c 等。パーソナルコンピュータという用語は1981年の時点ですでに一般的に普及していた。故障そのものの古い例としては、米国では、 ゼロックスパロアルト研究所のアルトの特徴を示すため1972年頃という早い時期に使われていたが IBM PC の成功と普及以降はパーソナルコンピュータの小や特に PC との略称が IBM PC 系のパーソナルコンピュータを指すという傾向が広まったこのため IBM PC という故障はこの初代 IBM PC に加え 後継モデルの IBM PC-XT や PC-AT など、さらにはこれらをベースとしたコンピューターアーキテクチャや、それに準拠した各社の IBM PC 互換機の総称としても使われ続けている。この場合は、現在はアップルのマッキントッシュとの対比として、1990年代までの日本では日本電気の PC-9800 シリーズなどの 国産独自使用パソコンとの対比として使われる場合が多い。逆に IBM 製のパーソナルコンピュータでも基本仕様が異なっていて本機と互換性のないものは IBM PC とは呼ばれない。周辺機器やソフトウェアに対応機種の欄に IBM PC 互換と書かれたものが多いが、これも上記の IBM PC 互換機を指したものである。IBM PC は 1981年8月12日に IBM パーソナルコンピューターモデル5150として発表された。型番は5150だが、従来の IBM5100 等との技術的継続性はほとんどない。開発に当たったのは IBM ボカラトンの社内ベンチャー組織で、後に EDS に発展した。当時のリーダーはドンエストリッジで、彼は EDS 部門長を経て、同社の製造担当副社長に昇格した。当時、各メーカー独自のプロセッサやソフトウェアを搭載して構成されることが当然であった、大型コンピュータ業界のオスである IBM による製品にもかかわらず、本機は一般市販部品で構成され、IBM 製の半導体を主要部において一切使っていなかった。加えて、 ソフトウェアもすべて外部調達で賄った。カタログ上の機能、性能においては傑出したものとは言えず、当初は平凡とも評された。しかし拡張性が考慮され、技術仕様が公開されたこともあり、IBM 自身の提供するオプションより優れた拡張カード、周辺機器、ソフトウェア等を発売するサードパーティーが相次ぎ、結果として、 本機の有用性を高めることとなった。もともと大型コンピュータの巨人として知られた同社が PC 事業に参入したことで PC 市場が個人ユースから企業向け市場に進出するきっかけにもなった。これにより PC 市場が拡大しただけでなくその後各社が IBMPC 互換機を発売し IBM 自身も含めて各種の拡張が行われ PC 市場のデファクトスタンダードのアーキテクチャともなった。当時の各社独自仕様の PC メーカーは広告で IBM PC との比較表を提示して自分たちの製品の優位性をアピールしたが最終的には消滅するか IBM PC 互換期に移行した。その要因としては IBM PC 向けアプリケーションソフトウェアの 品ぞろえが短期間で豊富になったことが挙げられる。当時の m s ドス環境では、ハードウェアの相違を吸収しきれなかったため、ドス用のソフトウェアといえども、機種ごとに個別対応が必要であった。このため、ソフトウェアベンだとしては、市場からの絶大な信用を持つ IBM 機向けに、製品ラインを絞った方が有利であり、 PC メーカーとしてもこの現実に対応せざるを得なくなったのである。IBM5151 モニターを備えた IBM PC。IBM PC は、マイクロソフトベーシック ROM に搭載し、モノクロディスプレイを利用できる MDA アダプタか、標準的なテレビを利用できる CGA、ビデオカードかを選択できた。標準記憶装置は、カセットテープで、 フロッピーディスクはオプションでハードディスクは利用できない。5つの拡張スロットを装備し、IBM 純正の最大拡張メモリ容量は2 5 6イトで、メイン基板上の6 4イトと3本の6 4イトの拡張カードという構成であった。CPU は4 7 7ヘルツの8088で、日本電気。 V20 と交換することで若干高速化できた。また8087個プロセッサーを追加することで、計算処理能力を強化できた。IBM は9、36、16KB の D-RAM チップのいずれかを使って 16KB、または 64KB の RAM をプリーインストールした、構成で販売した。最終的にはより多くの拡張ボードスロットを搭載し、 同時にハードディスクを搭載可能な拡張筐体 IBM5161 をリリースした。IBM PC は家庭市場向けとしては高すぎたが意外にもビジネス市場で大きな成功を収めた。オリジナルの PC は Apple II と CP-M マシンで独占されていたホームコンピュータ市場への参入を起とした IBM の最初の製品として誕生した。 これ以前の IBM は、IBM5100 とそれに続く2機種を設計、販売していたが、ホームコンピュータに競合する製品ではなかった。改めて製品を開発する上で、従来の開発手順を取らず、あえて会社の監修的開発手法にとらわれることなく、市場からパーツを短期に調達することを認められた、特別チームを編成した。このプロジェクトには、 チェスという開発コードネームが与えられた。このチームは、ドンエストリッジをリーダーとする、わずか14人のメンバーで構成されていた。彼らは与えられた約1年の制約の中で、パーソナルコンピュータの開発に成功した。わずかな期間で製品を仕上げるために、彼らは、まず、様々な国や企業から、既製品のパーツを集めて、マシンを構築することにした。 IBM により開発されたコンポーネントはすでに別目的で開発済みのコンポーネントだった。次に他社が周辺機器や互換ソフトを製造販売できるようにオープンアーキテクチャとすることを決定。ロムバイオスのソースコードを公開した。ソースコードが著作権で保護されることもあり、合法的にクローンを作り上げる方法が見つけ出されることは 考えられていなかった。この時ドンウェイストリッジと彼のチームは、801プロセッサを採用し、ニューヨークのヨークタウンハイツにある IBM の研究所で開発された OS を使うことを考えていた。801は8088より少なくとも一桁はパワフルであり、OS は最終的に選択したマイクロソフトの MS DOS より何年も進んでいた。 最終的にはこのソリューションは採用されず、結果的に開発期間を短縮しスケジュールの遅延を防ぐことができた。出来上がった製品に5150という番号は付けられたが、5100から5120のシリーズとの共通点は全くない。シアーズ・ローバックとコンピュータランドの経営者は当初より IBM のチームと関与していた。IBM の社員、 特にセールスマーケティングの担当者である HL スパークスは市場についての知識の多くを彼らに頼っていた。彼らは流れとしてはほぼ自動的に新商品の主要販売元となるはずだった。シアーズローバックはできる限りの総合施設を準備しており、そしてコンピュータランドがすでに190以上の店舗を所有していたことは特に重要だった。 IBM として見れば発表と同時に全米中で十分販売できるということだった。結果的には家庭市場よりもオフィス市場に対して販売される結果となりシアーズローバックは失敗に終わった。IBM 全体のビジネスは次第にかつてない量の非常に安価な箱を販売する企業へと発展していったため IBM の製品を販売する。 外部組織の使い道は PC だけにとどまらなかった。小売業者にローエンドのビジネスを委託することだけが、こうした新しい顧客を大量に取り扱う唯一の方法であると IBM は当時考えていた。これは過去に食料雑貨店から自動車メーカーまで数多くの企業が採用し成功していたアプローチだった。 このような多業種の戦略は膨大な末端消費者を対象としているため PC には適切とは言えなかったが1990年代の終わりには多くの PC が車やテレビさえよりも広く世界中に売られることになった。競合他社は間もなく機能的に等価なコピーを合法的に生産するためリバースエンジニアリングを行い権利侵害を避けるためのバイオスの クリーンルーム設計に着手した。コロンビアデータプロダクツは最初の IBM p c 互換機を1982年に発表した。コンパックは最初の IBM p c 互換のポータブルマシンを1982年11月に発表した。IBM PC が商業的に成功すると、PC は IBM のいつものクローズドなライセンス形態に戻されたが、 結果的には、競合他社が市場をリードすることの邪魔にはならなかった。この点について、IBM が彼らのプロダクトラインを合理化するという関連は逆効果であった。IBM PC の特徴として、市場で容易に入手可能なパーツのみで構成されたこと、拡張スロットによりビデオの拡張が容易であったことなどが挙げられる。後継の IBM PCXT や、 IBM PCAT もそれらを継承し、後継のバス規格やビデオ規格も上位互換を保ち、互換性と拡張性の両立が図られた。オリジナルの PC で使われたバスは広く普及し、後にエー a 陣営によってイー a として標準化された。IBM5150 のオリジナルキーボード1981年の IBM PC に付属したオリジナルのキーボードは、 もともと開発中止となった1万ドルの IBM、コンピューターシステムのために、ノースカロライナで開発された、当時最も頑丈で、高品質なキーボードであった。各キーは1億回以上のキーストロークに耐える、信頼性があった。当時の他のパソコンのキーボードと比較して、IBMPC のキーボードは、ロールスロイスであり、 高品質であるというイメージを確立する重要な役割を担った。1981年秋のバイト史においては、IBM PC を購入する理由の50%はキーボードにあると書かれていた。キーボードの重要性は、IBM PCJR の失敗により、後に確かなものとなった。1981年初期には、 IBM PC でも安価なキーボードの採用が真剣に検討されたが、しかしこの意見はあるオリジナルの開発エンジニアのアドバイスにより避けられた。オリジナルのキーボードはリターンキーと左のシフトキーが標準的な位置にないところが批判された。1984年に IBM は AT キーボードでこれを直したがバックスペースキーが短くなって遠くなった。 1987年にすべてのファンクションキーとコントロールキーが再配置された拡張キーボードが導入された。エスケープキーキーもキーボード左上の離れた側に移動した。IBM PC 互換機は、例えばシフト済みカーソルキーのように、本当の IBM PC のキー配列を完全に再現していることを指しているわけではない。しかも一部の 互換機メーカーはキーボードの交換を防ぐため専用のキーボードインターフェースを使うことがある。オリジナルの IBM PC が使用する文字コードは7ビットの ASCII アルファベットをベースとし非標準の文字コードを加えた8ビットに拡張したものである。この文字コードは通貨記号なども含むため一部の国際的なアプリケーションには適さず間もなく様々な中小企業が オリジナル文字コードの様々な国際版を提供した。IBM の慣例によりこれらは、コードページと呼ばれた。これらの文字コードは、その後、ISO 8859から1、Windows-1251、ユニコードなどの公式に標準化された、文字コード体系により置き換えられた。以下は、IBM PC のオリジナルの文字コードである。 本トピックの詳細については、コードページ437参照公式には、IBM PC の標準記憶媒体は、カセットテープである。このテクノロジーは1981年の基準でも、すでに時代遅れであり、あまり利用されることはなく、フロッピーディスクドライブがインストールされないほとんどの、IBM PC は在庫となった。 1981年の PC は1から2台の 160KB の5.25インチ、片面倍密度、フロッピーディスクドライブを搭載し、IBM PC XT は通常1台の両面 360KB ドライブを搭載した。XT はハードディスクが最初に含まれた IBM PC だった。大容量のハードディスクが IBM 互換機でも間もなく、 利用可能となった。プリインストールされているハードディスクコントローラと互換性のないハードディスクを追加する場合は新しいコントローラーボードを接続しなければならなかった。一部のディスクは一枚の拡張ボードにコントローラーと共に統合され、これは一般にハードカードと呼ばれた。1984年、IBM は1.2メガバイトの両面。 フロッピーディスクを AT に採用した。バックアップストレージとしてよく利用されるが、高密度フロッピーは互換性の問題によりあまり使われなかった。1986年、IBM は 720KB 倍密度3.5インチマイクロフロッピーディスクを互換ラップトップコンピューターに搭載した。これは IBM PS2 に1 4 4イトの高密度版として、 搭載された。これらのディスクは既存の旧型 PC にも搭載可能だった。1988年に IBM は2 8 8イトディスケットドライブをハイエンドモデルに搭載したが、これは広くは普及しなかった。すべての IBMPC は比較的小さなソフトウェアを ROM に搭載している。オリジナルの IBMPC は4 0イトの ROM を 搭載し、起動時自己診断機能とバイオス機能に8イトが割り当てられていることに加えて、3 2イトのベーシックが収められている。DOS の起動ディスクがない場合は、ROM BASIC インタプリタがデフォルトのユーザーインターフェースとなった。ベーシカは、フロッピーディスクで提供され、PC DOS の制御下で、ROM BASIC を動かす手段を提供した。 IBM の第1世代のパーソナルコンピュータにはオリジナルの IBM PC を含めて以下がある。第2世代は IBM PS2 シリーズのいモデルでモデル25、モデル30である。各シリーズは CPU のクロック周波数によって区別される。一般的に IBM パーソナルコンピュータはソフトウェアの互換性があるがすべてのプログラムが 全てのマシンで動作するわけではなく、一部のタイミング依存のプログラムは特定の処理速度に依存している。また古いプログラムは新しい高解像度のディスプレイ規格を使用しないだろう。ありがとうございます。